異世界迷宮でハーレムを、星4。成長チートで何でもできるようになったが、無職だけはやめられないようですの元ネタとなったクッソ激烈に面白い小説のような作品。この漫画がクッソ激烈に面白いのは、一番初めに戦闘できる聖奴隷の獣人を手に入れるまでの過程であり、DT の高校生オスが初めて同級生の JK と接せした時に自分はどんな気持ちだったのかとか、どうしてそういう風に至ったのかの過程の描き方が素人が書いて小説っぽく、妙にエロく、一巻かけて憧れのメス奴隷を自分のものにするためにしたくもないリスクを取って金作に走って、ついに初めておせっせする時の主人公の心理描写とかがクッソ激烈にエロく、青年コミックではほぼ出せないような作品に仕上がっており、ビモールとベネ。シナリオはチート特典を手に入れた主人公が異世界転移して、そこでチートを使ってレベリングをして、メス奴隷を買って、レベリングをしてメス奴隷を買うというハーレム拡張もの。主人公のチート能力は無敵ではないので、常に何をするにも仮説と検証が必要であり、この仮説と検証のクッソ激烈に丁寧な感じが人を選ぶが好きな人ならハマる。また主人公は徹底的にリスクを嫌う、石橋を叩いて渡るタイプなので、ダンジョン攻略では常に安全マージンを確保することは忘れないし無理はしない。この無理はしないという部分がこの漫画をクッソ激烈に地味にしている要素なのだが、この小説は売り上げ目的のエンタメというよりはこの原作者が最も気持ちよくなるシチュエーション、この原作者のためだけに作られたエッチな小説であるし、リアル異世界転移したらきっとこのような行動をすると思うのでとてもリアル。こういった個人的に作られた原作者だけを 100% 満足させるエロ本みたいなやつは SNS 時代でなければ作られなかったし商用化されなかったジャンルであり、ネット社会が生み出した金の卵である。とにかく美人のメス獣人のロクサーヌを籠絡するまでの過程がクッソ激烈にエロいし、後の成長チートで何でもできるようになったが、無職だけはやめられないようですのジェネリック元になった作品であると思われる作品。